はいどうも、副島マックスでございます。本日はスズキ V ストローム250、借りてきましたので、半日ほどですね、ちょっと高速道路と田舎道と走って、どういうバイクなのかを感じていきたいなと思っております。どうぞお付き合いください。このハンドルがどうも僕に合わないですね。まあもうちょっと慣れるとは思うんですけども、ちょっとなんていうんですかね、内側向きなんですね。こう内側の方にこう角度がついてて、それがどうもね、気持ち悪いというか、肩がねこう狭まって窮屈に感じちゃうんですね。あとやっぱ車体がやっぱそんなに重くないですね。軽、どっちかって言ったら軽いですね。軽く感じます。本当にこれ250なのかなっていうくらい軽いですね。はい、100キロまでの加速力を試します。エンジンの回転が回るより、エンジンがガッとね回っていきますけど、やっぱこう書いてあんまり得意じゃなさそうだな。伸びないね。やっと100キロです。100キロ6速入ってますね。いや結構すごい振動っていうか、すごいビリビリ感がある、出るけど、いや結構もう頑張ってますって感じですね。いや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 、頑張ってるよこれ、めっちゃ頑張ってるよ。100キロ、ウィンドプロテクションの効果のおかげでこの辺りは風が来ません。ヘルメットの上半分から当たってる感じです。高速道路でのこのウィンドプロテクション効果は結構いい感じです。予想より効いてます。しかし、いやーこれ高速あんま得意じゃなさそうだね。めっちゃビリビリ振動がきます。今100キロ巡航してますけど、結構厳しそうですね。いやできなくはないけどな、よく回るなエンジン、よく回ってるっていうか、なんかこう頑張ってるなって感じです。まあ 250cc ですからね、こんなもんでしょうけども、いや100キロ巡航はあんまりよろしくないな。ただね、今高速道路で、ね、走ってる状態ですが、車体がねすごく安定してますね。なんかこうビリビリブルブル震えたりとか、なんかふわふわしたりとか、そういうものはないですね。結構安定してるなと思います。安心感があります。やっぱあれだな、高速道路で行こうと思ったらやっぱ 400cc ぐらい欲しくなるねこれ。いや出なくはないですけどね。ちょっと巡航速度緩めますね。まあ85、6キロぐらいなイメージで行っておきましょうか。この辺で行きましょうか。この辺りだったらまだいいな。6500回転ぐらいですかね。85キロ出てますけども、この辺りだったらなんか楽に走れそうな感じですね。エンジンの回転もね、まあ、落ち着いて、振動もちょっと少なめになります。このくらいの方がいいな。じゃあ6速でここからアクセルをひねって、前のトラックをね追い越すまで行きたいと思いますね。行きます。アクセルひねりました。おー加速はするよ、加速はするけど、いやいやいや回るね、回るけど回るけど、うわー、はいはいはい、まあまあまあこんなもんでしょうね。はい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 、いやー高回転はやっぱぎこちないな。決して回らないわけではないし、アクセルをね開ければそれだけ答えてくれます、回ってくれます。ただなんか得意じゃない感じはしますね。メーターはめちゃくちゃ見やすいです。メーターミラーはめちゃくちゃ見やすくて快適。ミラーこのくらいの大きさ欲しいな。僕結構バックミラー割とこまめに見ますんで、白バイが来たなとか覆面が来たなとかすぐ分かります。結構分かります。おかげさまでゴールド免許です。まあそもそもね、鼻からそんな飛ばさないので、そんな大したことじゃないんですけど、ちょっと100キロ巡航してみますね。
だから100キロ巡航しようとすると7000回転から上を使うことになります。こうなると結構エンジンがね、ビリビリと細かな振動がね伝わってくるんですよね。こう特にこのタンクを2グリップするとすごくね、もうほんと股間の下の方でエンジンが頑張ってるのがよくわかるんですよ。それがね、なんかこうあんまり気持ちよくないんですよね。ポジションはやっぱ楽ですね。ほんとなんかこうどこまでも走っていけるポジションですね。ウィンドプロジェクション効果は結構あります。見くびってました、ごめんなさい、見くびってました。結構あった。これあるなしで全然違いますよ。いや気持ちいいな。今日天気はいいんですけどね、気温が低めでちょっと寒いです。ただこうやって高速道路ね、まあ、この辺りゆっくり走ると気持ちがいいです。ちょっと慣れてきたね。慣れてきたから90キロ巡航でも大丈夫だわ。まだこうね、あの巡航速度でまだまだ走れるなというか、その全然疲れませんから、まだ疲れてませんから、まあ、そういう意味では楽に走れてるんでしょう。やっぱ低速トルクがあるとバイクは乗りやすいですね。特にこういうねアドベンチャーツアラーは本当低速トルクが命だもんな。ピーキーなねあのバイクはやっぱ乗りにくいですからね。もちろんねそれが楽しいバイクもあるんですけどね、2ストロークのねレーサーレプリカみたいに。足つきもいいですね。なんか全然ちょっと前に乗ったジクサーよりいいんじゃないかなと思うくらいすごい足つきいいですよ。バランスがいいですよ。全然立ちこけする気がしない。僕もね言ってもそんな足長くないですからね、短足ですからね。短足の僕でも乗りやすい足つきです。さあ田舎道ですね。田舎道を走っていきます。このくらいのスピードでこうゆるーく田舎を流すのが楽しいんじゃないかっていう。まあ確かにね、結構ねコーナーね、安定感あっていいですね。コーナーリングね、もちろんなんかこうねワインディングをガンガンっていうバイクじゃないですけど、でも全然気持ちよく乗れると思うな、走れると思うな。あー気持ちいいね。いやーいい感じ、気持ちがいいです。やっぱこのアドベンチャーツアラーのこのポジションでこう見える視界というのがいいですね。目の前にねこう広がる世界というか、こういろんなものをちゃんとこう見ながら走れるのがすごく、こういうバイクはこういうポジションはいいなと思います。あとね道路状況とかもつかみやすいですからね、この車高が高いというか視点が高いと。前傾姿勢になるとねそれがねやっぱちょっと意識しないとできなくなっちゃうんで、アドベンチャーツアラーのいいとこだなと僕は思いますけどね。こういうとこ坂道ね今6速でね登ってます。結構登りますね。ギアチェンジいるかなと思ったけどいらないな。このくらいのスピードだったらそのままアクセルを開けるだけで登ってくれた。いや気持ちいいですよ、いい天気だしね。こうやって走ると250でもいいかなと思っちゃうね。田舎道はねこんなもんだもん。だって低速トルクあるからね、やっぱこういうコーナーがね連続しててもねこう力強くクリアしていけるんですよね。あとはゆっくり行けるのがいいですね。あんまりこう速くなくても楽しいっていう感じがすごくいいです。いいね、いいコーナー安心して走れるね。あとブレーキもやっぱりよく効きますね。ちょっと急ブレーキしますよ今から。ほら止まるんですよ。後ろ見てね、ちゃんと後ろを確認してブレーキを踏みましたけどね、止まりますよね。エンジンもね低回転でトルクが出るようになってるし、いやー楽ちんだわ。ちょっと脇道に入って川沿いをね走ってますけども、いやいいね、こういうとこを走るとすごいこうアドベンチャー感が出るよね。
アドベンチャーしてます。アドベンチャーしております。ちょっと今写真撮ってたんですけどね、やっぱりこのバイクのなんか鈴木らしいデザインいいですね。ちょっとこう DR っぽいね、ちょっとこうくちばしとんがったみたいなね、そういうとこもあるし、いやそしてこの色がまたね、いやー鈴木に感染してますからね、私もね、若干ね、若干鈴木に感染しておりますんでね、こういうデザインはちょっと惹かれてしまいます。いやでもよく走るなぁ、 250cc ですもんね。そう考えたらよく走るよね。この上り坂でもね、今6速入ってるでしょ。これでもね全然今4000回転で回転落ちていくんですけど、こうアクセルひねればクッククック加速するんですよ。すごいなと、大したもんだなと思っちゃうわけよ、おじさんとしてはね。昭和のおじさんです。昭和のマシンはこんなことなかったからね、すごいなと思うわけです。やっぱり中道合いますね、気持ちよく走れます。いやーいいわ。さあ今日はねちょっとね、まあせっかく田舎に来ましたんでね、温泉に入って帰りますよ。ここだね、はい、温泉ですよ、ここですよ、よいしょ。ほら4速でも登るんだよね、すごいな、大したもんだ。バイク置き場こっち。はい、到着。よいしょった、よいしょった。はい、走ってきました。いや楽ちんっすね、楽ちんですね。だからこれこのまま排気量を大きくしたくなっちゃいます、まあ、もちろん250でもね十分走るんですけどね、走るんですけど、このまま 400cc とか 600cc くらいに確かにしたくなる。いやー難しい、これはね。いやもちろん 250cc にしたら車検もないし、ね、いろいろ維持費が安くなるから、その分プラスになるところはメリットあるんですけども、いやーむずいなー。あまり高速に乗らず田舎道を中心に走るんだったらこれでいいかなと思いますけどね。いやーでもいいバイク、楽ちんでした。はい、というわけで今回はスズキの V ストローム250に乗ってみました。思ったより足つきも良かったし、非常にスマートで乗りやすいバイクだな、というか楽ちんなバイクだなと思いました。はい、もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。副島靴でした。またお会いしましょう、バイバイ。いいバイクだよね、やっぱね、かっこいいしな、欲しくなっちゃうね。